はいおはようございますじゃあ今日も質問に回答していきます、えー、いろんなボルトがありますが、えー、標準的な締め付けトルク値はネット等で調べることはできます、えー、ただ使われている場所、えー、ボルトの材質によって変わってくるものだと思います、えー、D ラン整備士に聞くのもいいと思うんですけれども毎回聞くのも気が引けますが、えー、トルク値を知る方法とかありますか もしくはここに使われているものだとこれくらいとか経験的なものでも教えていただけると幸いですただし聞いたものを決してそのまま利用することはしませんということなんですけれどもつまりですねトルクの調べ方だと思います整備する上ではボルトの締め付けというのは絶対起こってきますしすべてのボルトにはトルク値というのが決まっていますそれの まあ、調べる方法というか、えー、どうやって、まあ、それを調べて生、えー、かしていくかという話だと思うんですけれども、まあ、これはですね、えー、と正確なトルクの値っていうのは要領、えー、書で確認するしか方法はないんですねもうこれ一択だと思いますそもそもですね要領、えー、書を見ていくとわかるあの知っている人はい、いると思うんですけれども、えー、単純なトルク締めじゃない場合もありますよね。 場所によっては角度で締めるとか2回に分けて締めるとか何かね変わった締め付け方をしなければいけない場合もあります、まあ、そのあたりはですね容量書を見るしか方法がないんですねでえっ、ー、と経験値でおおよそこれくらいのトルクだっていうのは分かりますかって話なんですけれどもこれはですねおおよその数値しか分からないですよ経験値だけではなので正確な数値が 分かりませんので、えー、多分これは、まあ、何度もやっている、えー、作業だったら、もうトルクの値を頭で覚えているので、整備用路書を見る必要がないかもしれませんけれども、そうじゃない限りは、えー、僕も絶対、用ショを見ます、特に、まあ、エンジン内部の部品とかですよね、えー、トルクが管理がしっかりしなければいけない部分は、トルク値を確認しますね、えー、それは用路書で確認するしかないということですね。はい でディーラーの整備士に聞くのが、えー、気が引けるって話なんですけれども気が引けるとか、うん、ちょっと聞くのが申し訳ないっていう気持ちは分かるんですけれども DIY でされてですね、えー、下手に壊されるよりは聞いた方がいいと思いますし、えー、早く聞いてくれた方がディーラーの方も嬉しいと思いますなんで面倒、えー、くさいっていうか何度も電話して聞くのは なんかちょっと悪いなって気持ちはあるんですけれども、うん、それであ、えー、と後でえらいことになってしまうんだったらもう何,何回聞くもおかしいですけれどもやっぱりディーラーとか車屋さんとかにバンバン聞いてあげてください、えー、そうした方が絶対いいと思いますであとですね、えー、と最初に言われてたあのネットで トルク値を調べることができるという話なんですけれども、あのネットの情報っていうのはあの、これが絶対っていう決めつけはあんまりよくないんじゃないかなとは思います。当然ですね、ネットの情報ってのは参考にはしますけれども、えー、その車、えー、年式、車種、型式で、トルクとか微妙に変わってくる場合がありますので、やっぱりです、ね、ネットの情報よりも、車屋さんに聞く情報の方を優先してください。 ネットの情報よりも車屋さんとかディーラーから聞いた情報の方が絶対信用できますのでもう100倍信用できますのでそちらの情報を信頼してくださいということしか言いようがないですかねはいそんな感じになります、まあ、なのでもういろいろ言いましたけれどもまとめるとですね、まあ、DIY で整備されている方の話だと思うんですけれどもそういう方はですね取る口知る方法はもう車屋さんに聞きましょうもしくは自分で整備用のを買うこれしかないです トルクの絶対的なものというのはもう整備要領書でしかないので、えー、それを買うか車さん経由でその整備容量書の情報を仕入れるかしかないというふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います、はい、そんな感じですね、まあ、当たり前のことしか言ってないんですけれども、えー、そういうふうにトルクの値を知っていただければいいかなと思います、はい、というわけで、えー、今回の動画は以上となりますまた質問ございましたら。 下の質問フォームよろししくお願いします最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。